気まぐれ空中散歩さんの動画から始まりました。滅亡信頼チャンネルです。気まぐれ空中散歩さんのチャンネルもよろしくお願いします。皆様は今日一日どう過ごされましたか？発想で発想を飛ばして俳句を場所鉛筆に雪の降り出す匂い愛文字を書いている時にふと鉛筆の先に雪の匂いを感じ、ああこれから雪が降り出すんであろう、この動画で縁があった方々のコメント、高評価、チャンネル登録をいただくと励みになります。最後までのご視聴、心よりありがとうございます。滅亡信頼チャンネルは心が破れそうです。